失礼します。よいしょ。はい、失礼します。お名前どうぞ。あ、かけへん。今、うん、絶賛大炎上中の所沢のタイソンなんですけども、うん、アツシさんは、うん、今どうお考えでしょうか、その件について。うん、俺は最初から、はい、あいつはそういうやつが面白いよ。最初からあいつはそういうやつだと思ってたと。うん、これ通訳大変ですね。うん、いやちょっとその歯拭くのやめてもらっていいですか、気持ち悪いんですよ。ちょっとね、ちょっと若干海苔挟まってますよね。おにぎり食べました、昼。あ、いや、焼きそば。焼きそば、うん、青のりですか。うん、で、所沢のタイソンが、うん、お金を盗んだとか、うん、まあ、洗礼をしたとか、うん、まあ、いろんな話題が今上がっててですね、うん、あの、あつしさん、マネージャーさんともお会いしましたよね。うん、それについて、あの二人がちょっと割れたんですけども、うん、どう思ってますか。いや、もう、最初から、そういう人からさ、はい、もう、じゃあ、あれんじゃん。もう、適性が悪くてさ、だから、あれんじゃん。これも、同じにもせるんじゃん。適性悪いから。知ってたんだよ、最初から。ちょっと失礼なんですけど、うん、厚石さんって、うん、なんつうのかな、自分をよく思われたいっていうところありませんか、昔から。あるよ。ちょっと調子に乗るタイプっていうか、うん、で、自分が思ったんですけど、本当に失礼なんですけど、うん、所沢のタイソンとコラボをすることによって、うん、自分もすごいって思われるような錯覚というか、そういうのなかったですか、厚さん。ちょっとあったけども、でも、あいつはそういうやつだから、はい、僕、もともと弱い人間だと思ってるのね。はい。だから、気にしてないよ、最初から。ちょっと待って。気持ち悪いっすよね、あつしさん、うん、大丈夫っすか。大丈夫で。ちょっと無理に作ってないですか、それ。うん、で、自分は反タイソン派なんですよ。うん、まあ、所沢のタイソンが嫌いなんですよ。うん、まあ、そういう自分とコラボをしていただけると、うん、なった心境って何ですかね。だってあいつもう終わってるでしょ。終わってる人間と俺関わるつもりないからさ。だからこれから人間とさ、やっぱりコミュニケーション取ってさ、アウトローを盛り上げていこうと思ってます。で、今後もし、所沢のタイソンが、まあ、多分、また這い上がりたいと思うんですよ。うん。まあ、今までちょっと有名だったじゃないですか。で、それで、厚志さんを頼ってきたらどうなさいますか。俺は相手しないよ、もう。だってさ、あんなのもう、海から捨てられた人間でしょ。俺も捨てるしかないでしょ、それは、もう。だからさ、もう、タイソンって言ったらさ、山形のタイソンでいいと思います。山形のタイソン。うん。見てます ?YouTube。おい、バリバリ見てるよ。山形のタイソンとさ、はい、どんぐりさ、一緒でしょ。違うの、あれ。あの二人って、うちのチャンネルで出てるんですよ。知ってました?え、知ってるよ、俺。あ、じゃあ今日連れてこればよかったですね。うん。じゃあ、ぜひ今度コラボしましょう。今度コラボしていい?はい?コラボしていいの?コラボ、いいですよ。いや、今度さ、俺もさ、あの、相方連れてくるで、相方。あ、なんですか?うん。を連れてきてさ、はい、やっぱりあいつもアウトローだよ、もう。闇の世界に落ちた人間でしょ、お前も。ああ、はいはい。だからさ、やっぱり、どんぐりさんと会うと思うんだよね。あ、じゃあ最後になんですけども、今炎上してる、所沢のタイソンに向けて、メッセージがあれば。メッセージ?はい。もうさ、お前終わってるからさ、おい、もう電話番号消してよ、もう。で、電話番号消してと。うん、もう関わんないでいいからさ。じゃあ、はつしさん、今日は、ありがとうございました。いいね、これでもう。はい、ありがとうございました。じゃあ、またね。はい。